食への感謝の気持ちを育んでもらおうと、三重郡菰野町の水田で保育園の子どもたちが田植えを体験しました。これはネッツトヨタノベルミエが社会貢献活動の一環で今回初めて行ったものです。ネッツトヨタノベルミエでは新春イベントとして県内の各店舗で利用客も参加できる餅つき大会を行っていて、今年から使用するもち米を自ら育てる取り組みを始めました。増えた後に、苗の成長の仕方で収穫までといったところを体験していただいて学習していただくことで、お米を食べれる喜びっていうのを感じていただければなと思います。もち米は9月頃に収穫され、来年の餅つき大会で振る舞われる予定です。